でもちょっと先行集団を使って勝ちたくないんですよね。ちょっとあんまりうまく立ち回ってる感じを出したいんですけど。わかった分かった、じゃあ片付けます。こっち回っときゃ。よしよし、いいぞいいぞ、冷静になれば大丈夫。投げるな。最高最高、それはいい。よしよし、いいぞいいぞ。よいしょ。あー、めっちゃグダグダやっちゃった、申し訳ない。まだ来る、まだ来るね、これこいつら。よしよし、いいぞ。ナイスナイス、いい感じいい感じ。完璧。いやー、グダグダしたな。もう、あれ今の何、小休憩みたいな。おお、すごい。おお、ごめんごめん、ここにいた方が良かったのね。おお、ちょっと待って、なんだよ、もう終わったのかと思った。投げてくんな、やめてくんないかな、ちょっと。それは俺ももうこんなところで湧き触ってられない。よしよし、いい感じだぞ。んー、ちょっと待って、超長期戦だなこれ。変えるわ。投げー。いや、面白いけどね、面白いけど。こう発電度出しちゃうか。おいしょ。よしよし、うわっと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 。うーわー、ちょっとたんま、やばいやばいやばい、やばくね。うわわわわ、すごいすごいすごい。おーおおどうなってんのすげえ。あ、すげえ。ブライトフォールズ恐るべしだな。すげえなあ。あー、ちょっと最初グダグダしたのが惜しまれるという、そういうお話申し訳ない。この辺取っていこう。もうよいしょよいしょ、ショットガンの弾がいっぱいある。うん、おい、アラ、農場はこっちだ。オッケー、かっこいいシーンを台無しにしてしまった、この悲しさ。バリー最高ほらな、お前のパネルはこの通り新品同様だそれこんなに、これそんなに大事なの。後で取りに行こうよ。あ、ちょっと待って、あそこに原稿あるわ。全く何よりだよ。あれあれ、取り逃した原稿、もしかして。こいつを溶かさなきゃ通れないぞ。さっきはここで奴らに襲われたんだ。
あーそこになんか電源みたいのがある。ちょっと待ってて。すぐ戻る。読みたい。よいしょ。マリガン、ナイチンゲールの指示に疑念を抱く。マリガン保安官代理は喋り続けるソーントンを無視した。たかが小説家一人を相手にこんな大捕り物を繰り広げるなんて馬鹿げてる。確かに奴はトレーラーパークで警察から逃亡したが、そもそもの容疑すら不明なのだ。あの捜査官の横暴には保安官もそろそろ我慢の限界だろうとマリガンは踏んでいた。なるほど。やっぱり捜査官のなんていうか指示にはみんな従ったくないみたいなんですね。だいたいナイチンゲールもなんでそんなにウェイクに躍起になってるのかもよくわかんないし。よしよし、これをどかすのね。あれかな、やっぱり。なんか広いな。うん、ここか。よいしょ。よいしょ。それではこちらのアランウェイクさんから一言どうぞ。俺がアランウェイクだ。俺はいつだって正しい。好きにやらせなきゃ一日中拗ねてやる。俺は気分屋で切れやすくてチャーミングでミステリアスなんだ。これ見る人あんのかな。今は親友のバリーが運んでくれるのを待ってるとこだ。なーに構わんさ。それくらい当然だからな。聞こえたぜ。ああ、よかったろ。俺のモノマネも見たいか。いい？だろうな。これも降りていいのか。よっ。あ、いたたたたた。え、落ちてこないよね。蹴る。開けるだった。わお、見ろよ。あのじいさんたちのバイキングフェチは本物だぜ。おお、本当だ。北欧フェチというか。すげえコレクションだな。なんで連中。あ、ごめん。人は夢の三分の一を幻想と無意識の狭間の中で。え？これは懐かしいね。なあ、覚えてるか？夢が現実に乗り込んでくる。え、ウェイクのなの？お前の書いた回答？そう、ナイトスプリングスで。そうなの？今夜の話は。違うやつのか。終わりなき夢の世界を旅する。なんか書いたんだ。なんかいっぱいアイテムあるな。よし、ポット取って。よーし、じゃあこれもう取れないもんな。よしよし。夢を見てるのは私だ。今眠ってる。これは私の夢じゃないのか。バリーついてこないの。あんたが夢なんだ。悩を抜けるって書いてあるけど。原稿。ほい。アンダーソン兄弟、1976年。1976年、アンダーソン農場は狂気に包まれた。ろ過せずに使用したコールドロンレイクの湖水が自家製の密造酒に不思議な効果をもたらした。ほう。まるで神になった気分だった。オーディンは笑いが止まらず自分の片目を振り抜こうとした。トールは奇声を上げながら全裸で駆け回り、稲妻を捕らえようとハンマーを振り回した。彼らの歌に宿った力が今深淵に眠る古の存在を呼び覚まそうとしていた。そんな感じだったんだ。もう絶対に夢だな。まあ、オーディンという神様はね、あのバイキング戦なら何でも壊せそうだった。片目をくり抜くっていうエピソードがあるんですけど、使うか。どういうことだ。なんだ。おーおーおお、そういうこと。バリ先行っちゃった。これなんだ。オールゾゴッズオブアースガルズラグナロクツアー1975年。神々の怒りに言い伏せよ。ポスターか。
これ俺どっから降りるんだ。ちょっと雰囲気おかしいよ。うわー、なんか見てる。うひょ出たよ。もうね、ダブル攻撃嫌い。うわー、ちょっと早いわ。足が速い、本当に。ピカーン。ショットガンの弾いっぱいあるから。でもな、そうは言っても近づかないとな。あんまり威力出ないっていう。てか、バリーは？結構ね、死にかけますよね、すぐ厳しいね。おっと、なになに、なんか言ってる。バリーは？うわ、こいつ足、こういうやつだ。こいつ強いんだか弱いのか。どうなってる？どうなってんのこいつ。当たってる？当たってる。なんか引っかかってるぞ。ダマー。よしよし。こいつあんまり好戦的っていうか攻撃してこないから楽だけど。よし、こっから行けそうだぜ。アラン、どこいる？バリどこいんの？これ当たったらパチパチってなりますよね。お、ちょっと目がチカチカする。なんて言った今、なんて言った。あら、車が、車勘弁してもらいたい。てかこれなんか、お、あのこのアンテナっていうか、この電線でバチバチってなってるぞこいつら。危ない、危ないよ。当たって、その電線に。あ、当たった、当たったっぽい。よしよしよし、目がチカチカするわけど役に立ってるぞ。あいつプルプルしてるからな。あ、でも突っ込んでこない、ラッキー。いたいた、バリーいた。よし、チェックポイント、バリー先行っちゃった。はい、ということで今回はここで終わっておきます。ちょっとかっこいいシーンを、はい台無しにして申し訳なかったですけどまあその辺はご容赦願います。はい、では見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。